山陽小野田市の高泊地区は江戸時代県内でも最大規模の開削が萩藩直営で行われた地域の一つです。地区内にあります高泊神社は藩の出資を受けて建てられた神社で、珍しい子連れの狛犬さんがいるだけではなく、干拓後、以前は海に囲まれていた岩の上に本殿があるよという珍しい構造から地域の歴史を知ることができるんです。さあ、海のすぐそばまでやってきました。こちらにですね、小野田といえばこれでしょうっていうねものがあるんですよ。それがですね、皆さんも買われたことがあるんじゃないでしょうか。小野田ネギ三昧。そう、あのネギを作ってらっしゃる会社なんです。こんにちは。こんにちは。どうもお世話になります。はい、お世話になります。こちらが小野田ネギ三昧を作っているということで、はい、結構広い敷地内、なんかずっとビニールハウスが見えるんですけども、はい、でここに今でっかいこの黒い建物があるということは、ここでは何をしてらっしゃるんですか。ここで、収穫したネギを袋詰め作業、調整作業を行ってます。はい、ちょっとこの辺りに来たらもうネギのいい香りがして、なんかこれだけでなんかご飯が食べられそうなぐらいに。あ、こんにちは、お世話になります。これカメラ。すみません、カメラ来ちゃいました。おはようございます。なんかもうすでにこれ放送されてるんですね。30年前から特産の青ネギ、小野田ネギ三昧を栽培しているグリーンハウスさん。この放送センターは1日最大1万5000束の青ネギをさばく稼働能力があって、県内外へ出荷されているんです。すごい。もうネギがいきなり見えてきました。これはいつ採れたネギですか。今朝の6時から収穫したばっかりのネギですね。朝採れのネギ、はいはい、ここで今何か作業されてますね。そうですね、ネギの余分な皮と根についた泥を機械で洗浄しております。こうやってネギを一本一本並べるところから仕事が始まるんですね。そうなんですよね。ここで綺麗に並べ、ベルトコンベヤーに乗せられたネギは水と空気で土などを落とす機械を通って根元が白くなって、そして根っこも整えられた綺麗な姿で出てくるんですね。わー、綺麗。で、今度はこっちの皆さん作業されてるのは、そうですね、今、機械で、根元を綺麗にした状態のものを、はい、パートさんたちに、はい、さっきお伝えした機械でやりきらない部分の皮 と、はい、長さを調整してもらっております。それでテーブルのとこに白い線が入ってますね。そうですね、サイズ M、L、2L、 場合によっては 3L。 こういった作業って、まあ、機械がやると思ってたんですけれど、うん、手作業なんですね。そうなんですよね。で、中には20年以上のベテランさんもいらっしゃったんです。どこが難しいとこですか、これやると。ちょっと待って。話の場合じゃない、今もう忙しい。忙しい。さすがベテラン。違います。ああ、ああ、あ、太さ？ちょっと早技すぎて分からなかったんですけど、今ね、3本こうなってるところをパッと早技で取られてるんですよ、見極めて。すごい。そうなんですよ、これスローで見てみるとね、ちょっと分かりますかね、葉が取られていったの。そう、しかもね、これ折れたり枯れたりしてる葉もしっかりと一瞬でね覗かれてるんですよ。スローじゃないと分からないの、すごいですね。こうしてね、人の手を通して店頭に並ばれてるんですね。まあ、ただ近年はですね、飲食店の営業に翻弄されたコロナ禍の経験から、青ネギ以外の栽培にも力を入れられているんです。ということで、一体どんなお野菜を作られているのか、はい、およそ10ヘクタールの農場を案内していただきました。まだまだあるんですね。あ、そうなんですよ。トマト、トマトあるじゃないですか、めちゃくちゃ鈴なりになってる。ちなみにこのトマトの名前は何て言うんですか。トマト三昧。出た出た。
やっぱりいいですか、食べてみてください、はい、では、あ、すごい香りがいい、いただきます。どうですか。甘い、果肉しっかりしてるし、みずみずしいし、フルーツトマトみたいな、フルーツ系に近い仕上がってますので、その他にもこれから実が膨らみ出す枝豆やチンゲン菜、そしてスナップエンドウやズッキーニなど、いろんな野菜を栽培されているんです。でも数ある中でなぜネギ、青ネギだったんですか。そうした企業の道のりをですね、よくご存知な会長さんがナス栽培のハウスにいらっしゃったので聞いてみました。ちょっと野菜で一山当てちゃろうって親父が言ってですね、で福岡行ったらネギが、はい、すごい儲かるぜって話 で、でネギに取り掛かったのが最初なんですけどね、まあ、しかし最初の 5,6 年間はなかなかネギが育たず、塩害との戦いだったそうなんですね、まあ、そうした中台風でハウスのビニールが飛び、雨が降り込んだことでネギがすくすくと成長したそうなんです。そこから土の塩分濃度に目を向けて、現在も定期的にしっかりと土に水をかけて塩を洗い流すというひと手間を加えた、塩と共存して作られているんです。助塩してから種をまいて、でだんだん塩が上に上がってくるんですけど、はいはい、それが野菜にいいストレスになってたくましい野菜が出来上がります。塩分に強い刈った野菜は鮮度が長持ちします、はい、これがネギ三昧のポイントで、だからいつまで経ってもシャキーンとしてるんですね、はい、ピンとね、はい、はい、私もね、たまに塩を食べたら少しピンとしますかね、すると思います。まあそれもこれも長年30年かけていろいろ試行錯誤されたからこその知恵と技がここに凝縮されていると。これからも私たちは小野田のネギ三昧で、はい、はい、行きましょう、はい、はい、よろしくお願いします。ついこのポーズしたくなるけど、これではないですね、はい、これはうちの方が、はい、三昧は、歴史はこっちの方が先、はい、あら、はい、らしいです、はい、ポーズもつけときます。そうですね。そして次回後編ではノコギリの目立て職人さんにいろいろ気になる定食屋さんをご紹介します。お楽しみに。